行くわよ。よし行きましょう。どうもクリスでーす。あ、じゃないカメラどっちこっち。どうもクリスです。皆さんお久しぶりです。韓国から帰ってきました。こんにちは、せよー。いや、もう帰ってきたのは結構前なんですけど、韓国の動画がやっと終わったということで、今回は届いたのだから開封していこうと思います。 JYP さんからの届いたお荷物開封動画だよ。あとちょっとあのフリートークもその後はしようと思ってますので、早速開けてみーよー。はい、やります。開けていきたいと思います。ね、私は皆さんに何度も言っておりますけれども、本人に課金する系、現地参加系ステイなので、グッズは本当にほとんど購入しません。欲しいと思ったものだけを厳選して買っております。その辺ちょっとご容赦くださいね。毎回たくさんグッズ買ってる人とかもいると思うんだけど、私はちょっとそのタイプではないってことだけご理解ください。開けまーす。オープン。いや、今回は、いやー、もう来た。ちょっと待って、来た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 。ちょっとよだれ出そうになっちゃったわ。アイゴー、アイゴです。ちょっと納品書、納品書抜きます。よいしょ。じゃあ全然ね、ちょっと机を出したんですけど、あんまり意味がないということで、はい、やってきます。来ました、ついにクルス、うちわをゲットします。あんなに言ってたのによ。私、うちわカバーがあればよくて、うちわは別にいらないんですとかって言ってたんだけど、重要性が分かった。TMA に行って分かったんですけど、やっぱね、本体がないと、うちわカバーがね、だるんだるんになるから、まあ、あった方がいいねっていうことで、いつか私が好きな、ヒョンジンの美術の時にうちわを買おうかなっていうふうに思ってたんですけど、来たんです。今回のパターンは、すごくかっこいいなと思ったの。はい。ストライキッズ。このバージョンのやつ、皆さんもうお分かりですね。いきますよ。5、4、3、2、1、ベーン。かっこいい。ありがとう。かっこいい。ちょっと待って、暗闇にいすぎてちょっとわかんない。ちょっと、暗闇にいすぎてさ、なんか、後ろと、これ同化してない？大丈夫？大丈夫？お花柄のニットですね。かわいい。花柄のニットを着てらっしゃいますね、ジェニーさんもね。かわいい。はい。うちわを買いました。これは、今後、参戦する時のライブに必ず持っていくライブグッズとして。毎回は買いません、だから、うちわはね。私はこのうちわをずっと、愛していこうと思います。はい、うちわ来ましたよと。続いては、あ、そうよー、いつものちょっと儀式を忘れていました。すいません、また今回も1万円に満たない額しか購入させていただいておりませんので。待ったよ。でもこれね、2ヶ月ぐらい待ったからね。いや、2ヶ月ぐらい待ったね。余ったね。そうだね。前回のドームのライブの時にワンチャン間に合うかなと思ったら、やっぱね、このうちわがね、時間がかかったんだよね、きっとね。ということで遅かった。待ちました。さあ、今回は一体、誰のカードが入っているんでしょうか？見てみましょう。いきますよ。せーの。リマちゃんっていうのかな？ニジユーのリマちゃん、ハトリスですね。うちの、かわいいかわいいピリコさんが今回、ミュージックビデオに出演しているという、ハトリスの。イジュさんのサインでございました。 Thank you、はい、ありがとうございました。これはまあ、お貸していただいて、いきましょう。あともう、ごめんなさい、2つしかないの。私3つしか今回買ってないんで、あと2つなんですけれども、もう1個、はい。待ちわびた、待ちわびていた。むちゃ食べ物じゃないのよ、これ。これがサインです、むちゃ。これはね、むちゃ、これはこうやってね、こうやってポン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 って、むちゃんのことポン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 って。まあ間違えてないよね。肩叩き棒だからね、一応正しい使い方ですからね。はい。こんな感じです。あ、もうこれは私実は、ステイちゃんが DMA に持ってきてたので、現物見せていただいてて、後ろにね、ジニレットっていうのね、ちゃんと書いてあるっていうのも、ちゃんとこれもね、実は知っておりましたんで。はい。これから、クスさんの枠では、マイク代わりとして、まあ、マイクはついてないんですけれども、マイクのような形でね、こう、指
指差し棒みたいな感じで使う、YouTube 上で使わせていただこうと思ってこれは買いました。まあ、あと時々ね叩く可能性もあるし、もしかしたら現場にね持ってってえっやる可能性が、えっってやる可能性がありますよってことでこれ買わせていただきました。かわいい、しっかりしてるよ本当に、こうわかる音で密度濃い感じ。で、ラストが、ちょっとこれさ、ラストがさ、ラストの皆さんの、なんか口コミがもうネットに出回っていて、想像以上に可愛くないんだがっていう驚きの声が多数届いていったので、ハラハラドキドキしながら私も今回待ってたんですけれども、見てみましょう。これ多分個体差があるからなぁ。いくよ。もう見えてんの。チュえ、でかっ！思ってたんと違う。もっとさ、ちっちゃいのかと思ってたらでっかっ！あらー、ちょっとなんかさ、ね。一部さ、口コミを見てたら、私こんな近くまで来てこうやって話すの。一部口コミを見てたらさ、なんかさ、虫がついてたみたいな口コミが、Twitter？ 旧 Twitter？ 現 X？ で見かけたんですけれども、私のやつは、大丈夫かな？で、一回ちょっと毛整えてから皆さんに、ちゃんとした形のスケチューちゃんをお見せしますね。なんかもっとぶっちゃけもっとね、このスケチューが私はフューチャーされるんかと思ってた。ぶっちゃけね。はい。ワンフォースリーの時のあのハートと同じぐらい、このスケチューちゃんがすごいキャラクターとして立ってきて、あ、なんか、あ、これスケチューだよね、みたいなさ、ワンフォースリー見たら、ハートモンスターあれがさ、なんかもうみんなが共通認識みたいになってるじゃん。それぐらい、このスケチューちゃんも、なんかこう、飛躍的にキャラ立ちしてくれんのかなと思ってたら、なんか、スッと過ぎてったね。スーッと過ぎてってしまって、なんかもう、メガバースラララララあれ、ちょっと南極前だったっけぐらいの感じになってしまっているじゃないですか。買ってよかったのかどうなのかっていうのがちょっと分かりかねるんですけれども、これはちょっとカバンとかにつけようかなと思ってて、あんまりこう、なんていうのかな、あの、見る人が見たらステイちゃんだなっていうのが分かるけど、そのステイ以外の人が見て、私さ、缶バッジとかトレカケースとかカバンにつけれないタイプのステイなんですよ。だからこう、ささやかな、ささやきステイみたいな感じの、あ、この人絶対ステイだっていうのが、ステイちゃんから見たら、わかるっていうぐらいのグッズがなんかあったらいいなと思って、本当は、あの、ハートモンスターを、ちょっと、どうにかして買おうかなと思ったの、メルカリとかで。でもさ、なんか1個8000円ぐらいするようになっちゃってるじゃん？高額転売？ぽいやつを作ったよ、みたいなのは、2、3000円ぐらいで見たんですけど、どうせならやっぱね、ちゃんとした公式のやつ欲しいなと思って見たらさ、8000円ぐらいするから、ちょっとなかなかそれどうなのかなと思って、今回これを頼んでみました。そしたらすっげーでかくてびっくりしてる今。ヨーヨーみたい。でも可愛いね。私のあのスケチューちゃんのお顔はちょっと当たりかな。結構なんかツイッターのやつ見てるとあんまり可愛くないお顔のやつが個体差があるみたいなんで、可愛いお顔に当たったかなと思います。はい、以上今回のクルスさんの JYP でのお買い物はこちらの3点でした。ちゃんちゃん、じゃあこっからは、いろいろあったじゃないですか。だからちょっとフリートークしていこうかなと思って、ちょっとチャレンジ。前回の動画が出たのがドームに行った時の帰ってきたよっていう動画が一番リアルタイムでは近い動画だったと思います。そっからいろいろあったねYouTube 上ではね、その後も私が韓国に行ってきた時の、まあ、カフェ活とか帰国する時の動画とかが上がってたと思うんですけれども、あれから1ヶ月か、カムバもあったし、次のイベントの発表っていうかな、なんて言ったらいいの、ママから話します。もう本当にがっかり。そもそもなんですけど、
まあ、去年もそうだし今までもそうだと思うし、出演者が決まってない状態で、チケットが発売されて、そのチケットをそれを分かった状態で私たちは買っているわけだから、そこに対して文句言っちゃダメっていうところも大前提なんですけれども、何度も言っている通りね、私は去年ママに言ってスキズに沼った女なので、本当に期待していた。まさか今年出ないっていう選択があるだなんて全く思ってなかった。むしろ今年が絶好調っていう最高潮ぐらいの感じでのポジションなのかなっていうふうに思ってたので、まあ、そういうふうに思ってチケットた取られてたステージャーもねたくさんいたと思うんですけれども、早々にあのね瀬渕さんが大賞っていうのも決まって、そっからあなるほど29が瀬渕さんか、じゃあ絶対28がスキズだよねみたいな感じでね、28を抑えてたステイさんたくさんいると思うんですけれども、愛護な状況になっておりますね。しかもニュージーアイブ出ない、なんとかならんもんなのかね。ママのそのシステムとしてさ、リセールができないっていうのがどうなのかなってね。だって今さ、ほらインフルとかも流行ってたりね、コロナも未だにあったりとか、あと私の身の回りでめちゃくちゃ今多いのが、私もちょっと前に引いてたんですけど、咳風邪、鼻風邪、これがめちゃくちゃ多くて、うちの夫も今ね絶賛風邪を引いているんですよ。だからそういう風に急な体調不良とかで行けなくなっちゃった場合にさ、その親チケじゃなくてこちケの人も、いや名前が入ってるその本人しか入りませんとかさ、そういう風になっちゃうと、もうそもそもそのチケット購入したお金云々の話ではなくって、その席が空くことになっちゃうわけじゃない。正しいやり方で正しく入ろうと思っている場合はね。だそのルールが、どうなのかなっていうのは思った。その急なお仕事、まあそうね。家族の事情、そうね。出演されるアーティストさんのファンの人が、やっぱ一番に見てあげた方がいいじゃない。普通に考えたら、ステイちゃんが見るよりも28日のライブは28日に出演されるアーティストさんのファンの人に本当だったら見てもらった方がいいのにな。だからここのリセールがないっていうところだけ、やっぱ去年のピアとの違いなのかな。ピアもリセールあったんだっけ。いやそもそも論、私前回はピアが 2時とかで当たってたから、最終で当たってたからはぁって感じだったので、その後のリセールとかは全く考えてなかったし、あの見てもいなかったのでわかんないんですけど、そこのシステムどうなのかなっていうのはありますよねって思いました。行きますけどね。だってもう取ってるし、お金もだいぶ高い金額払ってるから、行かせていただいて、自分がねあの好きなアーティストさんだったりとか、初めて見るアーティストさんっていうのもそこで、あのおめでとうございますみたいな感じで見させていただこうかなというふうに思っております。これがママに関しての私の思うところかな。ちょっとさらっと話すと、今回のスキズのカムバ、これに関しては本当になんかすごく日本のステイちゃんがモヤモヤした感じで、複雑な気持ちの中で、でも本人たちを応援してあげたいっていう気持ちが、まあ、一番なんだけど、でもなんかモヤモヤするところがあるよねっていう状況の中で過ごしたんだろうなっていうのはすごくわかる。私もそうだったから。なんか晴れない気持ちで、どうしたらいいんだろう、どうするのが正解なんだろう、私はどうしたいんだろうっていうのをすごく自問自答しながら過ごしました。こんなにアギステイのね、そんなに長くもないステイの私でさえそう思うんだから、もっともっと子さんの皆さんはいろいろ思うところがあったと思うし、今回で降りちゃった人もいると思うし、なんかあそんなに深く入らない方がいいのかなっていう風にちょっとストップかけそうになってる人も、かけた人もいると思う。ただそれはあの推し活はね強制ではないから、自分が疲れた時にもお休みすればいいと思うし、降りたいと思ったら降りればいいし、なんかもうちょっと他の推しグルーも作ろうかなと思う人はそれでもいいと思うし、私は一応なんとか持ち直して持ち直して次に会える機会をすごく楽しみに今はしております。でですね、今後のことにこれ話し続きますけれども、この後私は一体いつのタイミングでスキズちゃんたちに会えるのかっていうところは、一個確実に決まってるのは入番、これはもうチケットが取れているので、ただねえ、その動画も撮ってませんけれども、ビップはもちろん落ちております。なんで最速選考で当たったチケットで私は見ようと思っています。ビップは入れませんでしたというところ。ただそれで一回お会いできるっていうのと、実はですね、私はちょっと海外にも行くことを
もう決めまして、日程ももう決まっております。もうわかるよね。わかるよね。で、行ってきます。行ってきます。それに関してはまた行ってきた後に動画にしようと思いますので、皆さん、またまさかのあんだけ言ってたのに何だったの、クルスさんと今年の前半戦言ってたクルスさんの言葉何だったのと、今年の後半はスキゾが日本に来てくれるんだから行く必要ないじゃないとね、ありがとう来てくれてっていう風な、そういう感じで言ってたけど、飛びます。飛びます。飛びます。飛んでいきたいと思います。それからさ、いやー、あ、そうだね、そのカムバーでいろいろあった時に飛び込んできたニュースね、紅白出るんかーい、かーい言うてね、これも人によって賛否両論。本国でね、やっぱ年末過ごして欲しかったなとかさ、本国の音楽祭を中心に出るべきなんじゃないとか、いろんな思いがあると思うんですけれども、まあ、日本に来てくれてよかった、ありがとう、紅白出てくれるんだ、嬉しいみたいなね、皆さんのいろんな思いがあると思うんですけれども、まあもう来ると決まっているので、楽しく見るしかないのではないでしょうかと思っております。会社が決めたことですから、それに私たちは、ヘイ!出演されるんですね。ヘイ!っていうふうにね、もうついていくしかないっていうふうに思ってます。やっとこの考えになれたよ。長かったよ。だからその間に逆に言ったら私のあの韓国動画のストックがあってよかった。それまで本当にマジで、私メンヘラっていうぐらい本当になんかもうすっごい落ちてて、他の周りのね、ステイちゃん、その TM に行って出会ったステイちゃんとか、その前にね、名古屋から一緒に行ってるステイちゃんとかにも、大、あつこさん大丈夫ですかみたいな感じで、ちょっと心配されてた。から気持ちの持ち直し方どうしようみたいな感じでね、まあ、そこに関してね、今ですね、大勃発してるのが飛行機問題、まあ、高いね、え、一昔前だったらハワイ行けるんだけどとか、シンガポールに行ける金額なんだけどっていうぐらいの金額にエアが跳ね上がっておりまして、今日もさっきね、絶賛ね、一回取ったチケット取り直しました。もうキャンセル料かかったけども、あれ、これ間に合わないかもしんないなっていうので、一回撮り直しましたっていうのが結構バタバタあって、何かとお金がかかりますね。僕もう計算したら負けだから、もう実は計算しちゃってるんですけど、私一体いくら使ったんだろう、今年中盤ぐらいからいきなりこう どっぷり 沼り出してから一体いくら総額で使ったんだろうっていうのをちょっと計算しちゃったら、もう明日だけよかったって思ったんで、来年からはちょっと計算しないようにしながら生きていこうと思いますって。さあ皆さん、これから12月たくさんスキズに会える機会やら見れる機会がまた増えるということで、楽しい年末を過ごせそうですね。今回は、グッズ、届いたグッズの開封動画と、最近あったいろんなことをちょっとフリートークで話してみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。次は早速私でも都会の動画になると思います。それではまたー。